こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。配信がしばらく止まっていましたが、今回からサクッと聞ける名大研究の情報番組としてリニューアルします。最近の名大の研究の話題や研究や研究者に出会えるイベント情報を定期的に発信していきます。今後ともよろしくお願いします。番組前半は最近の研究の話題です。今回は3件ピックアップしました。ピラミッド、リチウムイオン電池、医薬品開発。このワードにピンときた方、ぜひお聞き進めください。1つ目はテレビや新聞でご存知かもしれません。エジプトクフ王のピラミッドで新たな空間を確認したという成果です。先週3月8日研究を行った理学研究家の森島邦博准教授が名古屋大学で記者会見を行いました。その空間とはピラミッドの北側にあるシェブロンという石組み構造の内側にある空間です。実は2016年、森島准教授たちのグループは宇宙船イメージングという技術でこの空間を見つけていました。宇宙船イメージングというのはレントゲン撮影のように物の内部を可視化する技術です。今回グループはピラミッドの壁の隙間からファイバースコープを通して中を撮影し、幅と高さが2メートルほど、奥行きが9メートルほどの空間が本当に存在することを確認しました。クフ王のピラミッドには中央にも巨大空間があることが分かっています。今回の成果は巨大空間の詳細な測定の道筋になると期待できるそうです。この研究に関して森島准教授たち研究者に質問できるオンラインイベントも企画されています。詳しくは番組の後半でお伝えします。2つ目です。生活に欠かせないリチウムイオン電池に関連する研究です。こちらは工学研究家高橋康文教授が参加する他大学や企業との共同研究です。リチウムイオン電池を使っている時や充電している時、プラスとマイナスの両極ではイオンの濃度分布が変化するんですが、これをナノスケールで捉える技術を開発しました。ガラスナノピペットという先端の半径が50ナノメートル以下というとても細いガラス管と、操作型プローブ顕微鏡というナノメートルの空間分解能を持つ顕微鏡技術で実現しました。リチウムイオン電池のオペレーションや電池の構造の最適化、腐食や触媒の評価への活用も期待できるということです。3つ目は医薬品の開発技術についての研究です。創薬科学研究家の増井優助教を中心に行った研究で、インドール誘導体という医薬品の候補としてとっても重要な化合物を簡単にスピーディーに合成する方法を開発しました。マイクロフロー合成法というフラスコではなく1ミリ以下の細い空間に溶液を通しながら合成する方法で、これまで障壁となっていた副反応を抑えることに成功しました。また安価で手に入りやすい反応剤を使って合成の効率化も図りました。将来の医薬品候補の化合物を作り出したり、医薬品を生産する時の効率化が期待できるとのことです。今回取り上げました3つの成果について、概要欄のリンクから詳しい情報もご覧いただけます。それではここから番組後半です。今後のイベント情報を2つ紹介します。1つ目は先ほどお伝えしましたピラミッドの話題に関連するオンライントークイベントです。タイトルはエジプト考古学と宇宙船イメージングの真相。ゲストはエジプト考古学が専門の高等研究員河江幸典准教授と、宇宙船イメージングが専門の理学研究家森島邦博准教授です。これまでいろいろなテーマを取り上げてきた名大のウェビナー、ウェビナーの特別編として開催されます。
テレビや新聞で大きく報道されている研究ですが、イベントではどんな新しい学びが得られるのでしょうか。企画を担当している高等研究員のサイエンスコミュニケーター綾塚達郎さんに伺いました。そうですね、今回特に研究室の様子とかも含めて現場を取材しているので、その様子とかを見れるということですね。あとは質問に対してたくさん答える時間を設けているので、本当にむしろ河合先生と森島先生と話しに来るようなイメージで聞きに来ていただけるといいなと思います。ウェビナー特別企画、エジプト考古学と宇宙船イメージングの真相は3月20日月曜夜8時から9時半までのライブ配信です。どなたでもお申し込みいただけます。特にエジプトや文明というキーワードにピンとくる方、その最新の調査方法が気になる方に絶対おすすめとのことです。事前申し込み制で配信直前まで受け付けています。当日参加できない方も申し込めば3月30日までお好きなタイミングでアーカイブ映像を見ることができます。概要欄のリンクからぜひお申し込みください。2つ目は毎年恒例、高校生対象の公開講座、名古屋大学オープンレクチャー2023です。今年のレクチャートピックは植物、宇宙、量子コンピューター、半導体、免疫学、この5つを用意しています。気になるトピックを選んで本格的な大学の講義を受けてみませんか。例えば植物のレクチャーでは、理学研究家の木下俊則教授が植物が生きていく上で欠かせない気候について、30年間続けてきた研究で分かってきたことをお話しします。ここでは少しだけシェアしますね。もともとやっぱり理学部なので、基礎研究をしっかりやって、その植物の生き方の巧みさっていうかですね、それをずっと見てきたんですけども、今はその知見がだいぶ溜まってきたので、それを利用して人為的にこう気候の解度を制御するっていうことにも成功して、例えば実際に気候の解度を促進させるというか、大きくしてあげると、稲で野外の稲が収量が 30% ぐらい増えたりとかですね、あと肥料をですね、半分ぐらいに減らしても普通に育つっていう、そういったことも分かってきて、この基礎研究が実際の植物の現場である農業でも役立つようなところへつながったっていうところはすごく面白いと思っています。名古屋大学オープンレクチャー2023は3月21日秋分の日、午後1時半から3時半まで名古屋大学東山キャンパスで開催します。高校生だけでなく、中学生や高専に通われている方、大学や大学院進学を準備中の方もご参加いただけます。周りにそのような方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。概要欄のリンクからお申し込みいただけます。先着順ですのでお急ぎください。さて、ここで次回の配信のお知らせです。今月3月の最終週に、名古屋大学では地域モビリティとエネルギーをテーマにする2つの大きなプロジェクトがキックオフシンポジウムを行います。この番組では2回に分け、それぞれどんなプロジェクトなのか、またキックオフシンポジウムの概要や見どころについて、プロジェクトリーダーへのインタビューを通じてご紹介します。共に作ると書く共創という言葉に興味がある方、学びを得ていただけるのではないかと思います。そろそろエンディングと参りましょう。番組では皆様からのご意見を募集していきます。ご感想や取り上げてほしい話題など、概要欄のご意見フォームからぜひお聞かせください。明大研究者の皆様からご自身の研究を取り上げてほしいというリクエストもお待ちしています。それではまた次回まで。さようなら。